皆さんこんにちは。こんにちは。あやです。達也です。今私たちあるとあるロッジの前にいるんですけど、ねえねえ、初めてだよ。ここバンフから30分強走ったところにある、うん、ストームマウンテンロッジっていう山小屋風のホテルって言ったらいいのかなに来ております。もうね、めっちゃ楽しみなんです。今日はこれがね、ここ泊まるんですよ。そう、とりあえずもう入ってみようかな、まずね。そうだね、うん、うん、どんなところかの説明はまた後にするんで。で、チェックインはもう、セルフチェックインで、今この状況だからね、全部このメールとかでやり取りしてチェックインとか全部終わってます。はいはい、じゃあ早速入ってきましょう。入ってきましょう。いやー、なんかすごい楽しみねえ。この本当ログハウスというか山小屋風というかさ、かわいいんだよねえ。ここにちょっと名前書いてあって隠してあるんですけど、うん、すごいね、ウェルカムボードに。あとこれ多分鍵だろうね。そうで、多分なんかの案内かな。あ、ウェルカムボードがちゃんと作られてる、うん、めっちゃいい。めっちゃいい、ね、めちゃくちゃいい。めっちゃ楽しみだね。どんな高級ホテルよりいい。いいよね。うん、そして薪があるってことは中に薪ストーブがあるってことでしょう。わー、素晴らしい。すでに素晴らしい。ね、こんな感じのとこ泊まるの初めてだからね。そう、どんな町のホテルよりもいいかも、私のスタイル、うん、で入ってみますか。入ってみようか。うん、はい、入ります。入りましょう。失礼します。わ、すっごいいい。めちゃくちゃいい。かわいい。これはいい。めっちゃかわいい。わ、すごい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 。いいね。あ、これ電気つくのか。あ、つくじゃん。鹿の角が光るよ。いや、このなんか香りがね、うん、そう、香りばっかりはね、まだこの伝える技術はできてないんですけど。すいません。めっちゃいい。そう、これ木の匂いだよね。あー、いいね。うん、ちょっと順番に見てこっか。見てこっか。調度品やらなんやら、うん、まあ、ここはカナダスタイルで玄関はないので、このね、玄関マットの上で靴を脱いで上がっていくんですけど、はい、これは何だろう、棚とかも普通に棚、あ、グラスとかが置いてあるんだ。グラスと栓抜きだね。うん、コルクスクリューか。あとティッシュがあったりとか。なるほど、ちょっと飲むとかね。ね、この棚もおしゃれ。あとはコート掛けがあったりとか。うん、で、この辺はまあ座って身支度する。あ、そうだね、場所かな。うん、もう入っておりません。硬い。硬い。立て付けがあんまり良くないのかな。これも空っぽですね。うん、よいしょ。ちょっとした窓があったりとか。これは多分ヒーターだろうな。うん、だね。で、洗面台、うん、で、水回り。あ、ロッキーマウンテンソープの、うん、しかもこれオリジナルじゃない。これストーンマウンテンロッジでしょ。あ、すごい、オリジナル。面白。レモングラス、いいね、一番人気のやつだね。で、これがバスルームかな。うん、いや、あ、かわいい。めっちゃかわいくない。めちゃめちゃかわいいね、このバスタブ。うん、なんか古い洋画に出てきそうな。そうそうそう。またシャワーもレトロだもの。ねえ、いや、めっちゃいい。ねえ、うん、トイレは普通に水洗トイレだね。ねえ、水洗なんだね、うん、いや、すごい印象がめちゃめちゃいいね。え、さすがに、なんだろう、ガスとかじゃなくて電気だね、このランプはね。そうだね、うん、うん、いいね、いいね。ねえ、これドアストッパーめっちゃかわいい。ドアストッパーかわいい。鳥？鳥、うん。やっぱりちょっとイメージをね、こう。そうだね、崩さないね、うん。崩さないように。で、こちらベッドですよ。ベッドルームですね。セミダブルぐらいかな。ね、クイーン、うん、セミダブルかな。ちょっと上乗ってみて。いいの？うん。大きさ的にはこんなもんだね。二人で寝るのはちょうどいいぐらいか。ちょうどいいね。うん。うん、で、あそこ、あ、給湯器か。おお。あー、なるほど。さすがにそうだね。温水なんて来てないもんな。あ、そう。全体のセントラルヒーティングとかもないだろうし。うん。昔のスノーシューだよね、これ。スノーシューか。うん。感じき？いやー、このランプとか。いいね。ねえ。レトロ感があって。うん、この辺は何もない。何もないでしょ。はい。ですね。ね。薪ストーブですよ、薪ストーブ。で、多分これ着火に使えって感じかな。そうだね、うん、マッチとかあるんかな。あ、マッチ、あ、そうだね、この中にあるのかもしれんけど。あるのかな、なんかねえぞ。おや、まあいいや、まあいいや。あ、あった、マッチありました。
これはもうね、つけないわけにはいかないね。これつけたいね、うん、つけなければならない、うん、ちゃんとセットしてくれてんだね。ねえ、うん、いやーいいね。えらい年季の入った薪ストーブ、これもつけましょう。うん、つけよう、うん、おっとっとっと。で、これがで、ここがちょっとテーブルだよね。テーブル、だからここに座ってなんか飲んだりするんじゃないの、飲んだりとか。でね、ちょっと早速ね、もう目線に入ってるんだけどね。そう、なんか今回のプランがね、そうこれ説明しておこう。一部屋のそのお部屋代と、うんうんうん、で、プラスキャンペーンなのかな。そう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 、うん、あの 赤白ワインどっちか1本つくのと、あとチーズとこのサラミ、ね、うんうん、チャーカットボードって言ってますけど、うん、これがついてるんですね。で、こんだけついてお値段がなんと1人ね199プラスタックス。2人でしょ。あ、2人で、ごめん、うんうん、2人でだから1人100ドルちょっと、うん、今のレートで9000円ちょっとかな。めちゃめちゃいい。それでこのとこんだけのところに泊まれるのはね、いまだかつてないディールだね。びっくりした。いや、すごい雰囲気。これはいいね。うん、ただ今回のこのキャンペーンは確かボーバレー住んでる人限定だったよね。そう、このエリアにす、バンフとか、うん、バンフ、キャンモア、レイクルイズあたりか、エリアに住んでる人限定で、うん、あと期間も2週間だけ、うん、そう、新聞で見つけて思わずもうほぼ即決したね、うん、これは泊まろう。ねえ、いや、めちゃめちゃいい、ここ。いいね。うん。わあ、ここ一泊だけもったいないな。もったいないけど。ちょっとのんびりしましょうか。そうだね。うん。はい。ちょっと見ていこうかね、周りを。ちょっと散策しましょう。うん。そう、ここはね、山奥って言ってもね、すぐそこにあの道路走ってて、まあ、京ざめっちゃ京ざめかもしれないけど、アクセスはいいよね。ただ、もちろんバスとか走ってないから、自分でレンタカーしてくるか。そのガイドに乗せてきてもらうかとかしないといけないけど。そうだね。でもいいな、この非日常感を味わえる。間違いない、めちゃめちゃいい、うん、でも周りのキャビンがさ、うん、薪ストーブ炊き始めてるから、あの薪の燃えるいい匂いもするしね。そう、いい香りするね。ね、そう、ここにカフェがねあるんですよね。あの窓の前で注文する。うん、正面から回ってみようよ、うん、あ、いいじゃない。めちゃめちゃいいじゃん。後でまた来てみようか、ここ。そうだね。ね、うん、とりあえずぐるっと回って。うん。結構泊まってる人いるね。ほぼ満室？なのかな。埋まったのかな。そんな感じがするね。ね。あ、もうここも薪ストーブ炊いてるね。みんな薪ストーブ炱いてる。うん、で、この敷地から外というか、まあ、どこからどこまでが敷地かわからんけど。一歩外したらもう本当にロッキーの森そのものだもんね。そう、いつクマとか出てもおかしくないよ。いや、本当だね。あ、で、これもほぼ一周だ。一周だね。多分15室だけなんだよね。そんな感じだね、お客さんが泊まれるのは。で、これもうちらの泊まるとこだもんね。 そこちょっと展望良さそうだから行ってみよう。あ、そうね。ここでもなんかバーベキューうん、できそうだね、うん、ここにファイアピットがあるから、うん、ただ今日はちょっと寒いけど、うん、いや、眺めいいね、ここ。いいじゃん。そう、ストームマウンテンロッジっていうだけあって、これストームだね。そう、ストーム。 3000m 超える山だったと思うけど、山頂は氷河もあって見応えがあるね。いやー、ここめっちゃいいわ、うん、まあ、景色うんぬんよりさ、ここはもう部屋そのものがいいね。うん、もちろん景色もいいんだけど、最寄りの町から、まあ、最寄りの町バンフだからあれだけど、30分くらい30分40分かかるけど、その間人住んでないもんね。だから晴れれば星空がすごい綺麗なんじゃないかな。そうね、まあ、今日1ミリも期待できないけど。戻って火でも起こそうかね。そうね、うん、ちょっとのんびりしますよ。はい、はい。なんかすっかり落ち着いちゃってるけど、あやさん、火を見てたらね、うん、うん、だいぶこうのんびりとして、そう、ああいう薪ストーブ使うのほぼ初めてって言ってもいいぐらいだけど、なんとかねちゃんと火がつきました。やっぱ火っていいね、本当に。いいよね、落ち着く。うん、薪ストーブと泊まるの初めて。初めて。てかさ、
ね。薪ストーブなんてそうそうないもん。ないよね。ない、うん、よくさこのカナダの家とかのホテルとか行って、うん、あのフェイクの暖炉ってあるじゃん。そうそうフェイクはあるよね、うん、本当は使えないけど、うん、なんかこう火が燃えてるように見えるやつ、そう見えるっていうね、うん、っていうのよくあるけど、薪ストーブのとこ泊まるのは本当初めてだね。初めて。絶対体験してほしいこれ、うん、すごくいい。一泊がもったいない。もっと泊まりたかった。ね、のんびりしたいね。ねえ。まあ、ご飯も来たことで食べていこうかね。食べようか。うん。うん、さあ、ご飯の時間です。はい。えらい笑顔だね。事前にね、ルームサービスで頼んでたんですよ。そう。逆に事前に頼んでねって言われててね。そう。で、テキストで、今日の夕方ぐらいか。うん。昼過ぎか夕方ぐらいに頼んで、さっき届けてもらいました。はい。紹介していこうかな。そう、前菜でサラダをちょっと頼みました、うん、サラダ彩りがいいね。うん、バランスいいね。多分ソースはね、こうビネガーじゃないかな、なんか香りがなんかビネガーの香りが強い。そうだね、またちょっと食べながら味はレポートしましょう、うん、はい。で、これはさっきも言ったあのこのプランについてるやつね、うん、チャカットボードとワインとワイン、で、こちらがメイン、ちょっと開けてみましょうか、うん、メインはサーモンだね。そう、おトルティーヤみたいな感じ。かわいいな。かわいいね。足りんぞ。足りないよ。なんか前菜みたいな感じだね。ね、うん、トルティーヤ生地の上にこのサーモンとなんかスパイシーソースかな、なんかね、うん、乗ってる感じだけど、なこれいいです ね、 ね、うん、かわいい。いや、いい食卓じゃない。いいね。ね、うん、まあ、足りんことはまあほぼほぼ確定だから。まあ、あとでちょっと売店でも行って。さっきのカフェに行って何か買っていきましょうかね。買っていきましょう。じゃあ食べますか。はい。まずサラダから食べようか。うん。ドレッシングかけちゃっていいかな。もちろん。彩りがいいね、ここのサラダは。ねえ。それこの、これってインディアンペイントブラシ？これ？うん。おー、かもね。俺普通なんか食用の花かなって思ってたら。ペイントブラシ。っぽいよね。ちょっとペイントブラシ食べれないと思う。食べれないよね。これ多分飾りだと思うけど、うん、まあ、とりあえず食べようよ。うん、この花じゃなくてサラダ。じゃあ直接でもいいかな。いいよいいよ。いい、こちら二人しかないし、せっかくなビーツと一緒に。彩りいいですね。ね、このチーズとビーツ、いいね。うん、いただきます。うん。どうした、このナッツがね、いいアクセント効いてる。ナッツは食感がいいよね、うん、香りもいいし、このメープルかな、このメープルナッツ、うんうん、ボルナッツかな、うん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 、ほのかにメープルの香りも出てるし、めちゃめちゃいいアクセントになってる。このサクサク感とこの野菜のこのコラボレーションがいいね。あ、いいね、アイさん、レポート上手くなったね。あ、そう、上手じゃない。チャカットボード食べてみようかな。チャカット行ってみる、うん、これチーズかな、わかんない、まあ、この辺はチーズだ。それチーズだね、うん、パンもあるよ。あ、パンもあるのか。じゃパンにちょっとつけて食べようか、うん、ブラウンブレッドだね。ちょっと今の今のなかったこと、裏切らないな、本当になかったことにできないね。なかったことにできないね。よし、うん、いい感じ。じゃあ早速これをどうぞ食べます。うん、この正体はリンゴか。リンゴ、うん、この黄色いのだよね、この画面真ん中のすりリンゴだ。へえ、これ何かこうピクルスかなんかかと思った、うん、あ、でもね、リンゴな、甘さの主張がないから、うん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 、うん、すごくね、いいよ、このチーズとこのほんのり酸味の効いたアップリンゴと。なるほどね、そんな甘いリンゴじゃないんだ。甘くはない、うん、いいね、さっぱりと食べれそう。さっぱりしてる。他に何があるんだろうね。なんだこれ、スイスチーズだと思うけど、あとサラミ、うん、これはなんか生ハムかな。生ハムと、あとこれピクルスっぽいよね、うん、これピクルスだね、きっと。で、これ多分ケッパーと何か。ああ、そうね、ケッパー、うん、で、これサーモンだよね、うん、あとレーズンとか。先が進むな。ああ、これはワインがバンバン進むよ。今日は一応ウイスキーも家から持ってきたから。もう飲む気満々じゃん。でしょ、こんないいところで飲まないわけにはいかないよ。いやー、もうこうチビ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 飲みたいね。そう。うん、今日は。まだ7時だからね。うん。そしたらこの。じゃあこのメインのサーモン。しまおうか。
これトルティーヤだよね。うん、いわゆるこれはなんかいいね、ちょっとメキシカンな、うん、感じだ ね、 ね、これも手で直接だね。うん、あ、美味しい、彩りがいい、うわ、めっちゃ美味しそう。サーモンをほぐしたやつと、これコーンだね、うん、周りの黄色いつぶつぶは。そうね。でこのピンクいのラディッシュかなんかかな。まあ、いや、いただきます。うん、やっぱ落ちるよね。うん、うん、ちょっとピリッとするぐらいだけど、言われなきゃ分からんぐらいかな。そうなんだ。ね、確かにちょっとメキシカンな感じがする。このソースの中に何か含まれてんだろうね、ハーブか何かが。うん、これはワインよりビールに合うかもしれないけど。おお、確かにこんな感じなんだね。いいね、いいねしか言ってないけど、この雰囲気が良すぎて、良すぎる、それ以上の言葉が出てこん。本当にね、いやー、本当いいとこだなここ、うん、めっちゃいい。住みたいレベルだな。うん、ちょっと住みたい。ね、うん、じゃあゆっくり食べようかね。ゆっくり食べてきましょう。うん、はい、食べましょう。さっきの大概食べ終わったんだけどね、ちょっとおつまみが欲しくなって。まだ晩酌があるから。そういうこと。まだ8時だしね。そう、飲みはまだこれからですから。うん、あ、いいね、うちらのこうキャビンからさ、そう煙が出とるね。さっきこのね、薪を新たに入れたから、うん、こうやって出てみると中あったかいだね。中あったかい ね、 うん、あと薪ストーブすごいね。ヒーターもあるけどね、うん、でもやっぱ薪ストーブやっぱあったかいよ。あったかい。こんな、なんだろう、充実したというかさ、うん、楽しい滞在はいつぶりだってぐらい。そう、もうワクワクが止まんないよ ね、 ね、本当に。空いてなさそうな雰囲気もあるけど、人いるね。人いるね。はい。ちょっとやばくない？頼んだのがこちらバーガーですね。またまさかのね、サイズがすっごい大きそうなんだよね。こちらです。ドン。予想外だね。これちょっと食べれるか気がしないんだけど、開けてみますか。食べれんかったら持って帰る。だからこのアルミホイルちょっと取っとこう。そうだね、開、うん、けましょう。はい、いくよ。おお、そういう感じ。あ、サラダもついてる。いいね。あ、いいね。そんな大きくないじゃん。よかった、器が大きかっただけ。器が大きかっただけだね、うん、で、ちょっとしたチップスとバーガーは、うん、手がこんぐらいだからこれ食べれるよ。あ、これいけますね。いいね、いいね。晩酌の晩酌のお供にバーガー食う人あんまいないと思うけど。そうね、この画面の向こうの人は大概こう酔っ払っちゃってますからね。この人はだいぶ気持ちよくなっちゃってるから。いやー、でもちょうどいいんじゃないですかこれ。そうだね、うん、よし。で、そう、ワインがね、もう、そう、まあ、終わりそうだから、ね、ちょっとお手持ちの、あの、お手持ちのお手持ちのウイスキー持ってきたから、それ飲みながらにしましょう。はい。ちなみにこれベジバーガーです。そう、お肉使ってないバーガーね。で、何が入ってるかっていうと、さつまいもか。ヤムが入ってるんだね。とブラックビーンのバーガーってなってる。あー、確かにヤム見えるね、このオレンジっぽいの。あ、そうだね、うん、ぽいね。で、ドリンクはワイン飲み終えたから、はい、こちらなんとブラックニッカ、リッチブレンドだったっけ。うん、前日本に行った時に買ってきたウイスキー。いいね。ね、うん、いや、これウイスキー合うな。ちょっと写真でも撮ろうかな、この背景とさ。そうでしょ。はい、バーガー。バーガー、これぐらいなら余裕でしょう。余裕だね。余裕でしょう、もう片手で、うん、大丈夫か。だいぶ酔ってらっしゃるっぽいけど。これをもらっていいかい。もちろん。結構ね、ふわっとしてると思う、うん、柔らかいのよ。美味しい、これ。美味しいよね。これめっちゃ好きだ、これ。全体的に結構甘めだよね。塩気ももちろんあるけど、うん、このヤムの、ヤムと、ヤムもそうだし、ソースがね、ケチャップベースのバーベキューソースかな。だから、うん、甘みがすごい効いてる。そうね、バーベキューソースだと思うからなんだけど、胡椒とちょっとしたハーブも入ってる感じかな。だからちょっとね、遠くの方にピリッというか、少し刺激もあるから、
どんどん食べれるやつだね、これは。美味しいです。美味しい。ゆっくり食べましょう。はい、ゆっくり食べていこう。うん。まだ夜は長いから。まだまだこれからですから。そうね。そう。まだウイスキー飲んだばっかだから。さすがに全部飲みきらんけどね。うん、ウイスキーだから。まあ、食べましょう、飲みましょう。はい。はい。食べたね。食べたね。さっき、あのバーガー来てさ、うん、これ、明日持って帰るんじゃない、アルミホイルそのオンジオとか言ったったけど、うん、完全になくなったね。なくなったね。うん、もうかけらも残ってないわ。これはぜひ体験してほしいね。このカナダのロッキーの、カナディアンロッキーの山奥で、うん、その山奥にあるログハウスでこう、そう、暖炉で薪で火を焚きながら、なんかお酒を飲みながらね。そう、チビチビ飲みながらね、うん、ゆっくりと話し合うと。でこれはどんな年代の人にもいいんじゃないかなと思うよ。特になんだろう、言い方悪いけど年を重ねた人たち、うん、だったらもっとこの会話は弾むというか深いものがあるんじゃないかなと思うよ。まさかこんな昔話出てくると思わなかった。結構したね、うん、そう、20代前半の頃の当然知り合ってない頃の話とかそうそうそう、してこの空気感がね、どこまで伝えれるかどうかがちょっと、うん、うちらの腕では頼りないところもあるかもしれないけど、少しでも伝わってたらね。そうだね、幸いですよ。いやー、そういう意味ですごいいい体験ができたね。いや、本当にいい体験ができた ね久々にこんなベラベラ喋ったもん、うんうん、多分ね、これ見てる人はね、この二人の会話つまらんだろうなと思うけど散々ベラベラ喋ってるだけだから。ただ酔っ払ってる二人がねべちゃべちゃ喋ってるってイメージなんだろうけど、うん、その雰囲気に任せて喋ってるだけだからね、うん、見てる人はちょっと申し訳ないかもしれないけど、これはぜひこの場に来て体感してほしいですね、うん、久々にこういいお酒飲みましたね。そう、うん、テレビもスマホもラジオも何にもいらないから、これ焚き火だけあればいい。焚き火とお酒、トーク、トークと、ね、このパチパチって音がいいね。そう、これがいい、本当にして、それがいいの。火のはぜる音が。せっかくね、日本からロッキーに来るんなら、もちろんバンフの街中に泊まってこう、このロッキーのマウンテンリゾートっていう雰囲気を楽しむのもいいけど、うん、このロッキーならではのね、周りに街も何にもない、人里も何にもないところに泊まって、この静かな山の中の自然を楽しむっていうのは、ね、そうね、うん、すごくありだと思う。まあ長くなったからここらで一回締めますかね。そうだね、ずいぶん長くなったから、うん、それも含めて感じ取ってもらえたら嬉しいです、はい、うん、今日はもう寝ましょうかね。そうだね、うん、ではそれでは皆さん一旦おやすみなさい。おやすみなさい。おはようございます。おはようございます。いやー、いい滞在だったね、本当に。あっという間だった、ねね、昨日相当飲んだけど飲んだくれましたねめちゃめちゃ飲んでもうすぐ寝たね。寝ました。うん、でも本当にめちゃくちゃいい滞在でした。また来たいね、ここは。来たい、また来年来ますね。あの普通の料金で泊まるのは難しいかもしれないけど、またディールが出ればね、うん、ぜひ来たいなって思いますよ、ね、うん、で朝もすごい爽やかね、本当に鳥がピー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 鳴いててね、朝からもうちょっとゆっくり滞在したね。え、本当に、うん、今度スケジュールちゃんと上げてきましょう。そう、ゆっくりと。そうだね、うん、というわけで今回ちょっと長めの動画になったかもしれませんけど、このストームマウンテンロッジの滞在でした。はい、皆さんぜひぜひね、ちょっと来るのは難しいかもわかりませんけども、すごいおすすめの宿なので、バンフに来ることがあったらここ泊まってみてください。ぜひ。それではまた次の動画でお会いしましょう。お会いしましょう。おいじゃおいじゃ。